東京ディズニーリゾート TDR 千葉県浦安市を運営するオリエンタルランドは建設準備を進めている第3のパークのテーマを空にすることで検討に入った空や宇宙をテーマにしたアトラクションやエリアの建設を検討しており名称をディズニースカイとする案も浮上している2019年度に着工し3年間かけて 建設して22年度の開業を目指す。陸がテーマのディズニーランドは、米国やフランス、中国などにもあるが、海をテーマとするディズニーシーは、世界で唯一、日本だけにある。同社の関係者は、ディズニーシーのように世界に一つしかないパークを作りたい、として、ディズニーリゾートとして、世界で初めて、 空をテーマに据え、宇宙旅行やジェット機での飛行を疑似体験できるアトラクションの導入などを検討している。シニア層まで楽しめるパークにするため、動く歩道などを整備し、パーク内を長距離歩かなくても回遊できるよう工夫する方針だ。TDR の年間来場者数は約3000万人で推移しており、混雑緩和が課題。新パークでは、 紙の入場券ではなく、スマートフォンを使った電子認証で入り退場できるようにする方向だ。園内に設置するセンサーなどで来場者の移動データやアトラクション、利用データを収集分析し、ピーク時の分散化を図ることも検討している。新パーク構想は4月下旬5月上旬の発表を目指して詳細な検討を進めている。 既存の駐車場を立体化して空いた敷地に建設する予定だ。今村かね。